ああ、テストテスト、マイクテスト。皆さんこんばんは、もみじです。佐々木です。6月の8日22時やってまいりました。本日もマインクラフトまったりと始めていきます。よろしくお願いします。いやー、なんだかすっかり梅雨入りしたのかな。僕が住んでるところはなんか連日ずっと雨が続いていて、今日も雨なんですよね。あんまりこう、僕が住んでいる地域はそもそも雨が全然降らない場所なので、こう1日とか2日連続雨が降ってたら、なんかもうちょっと、おお、よく降るねみたいな、そんな感じなんですけど、さすがにこうね、3日4日とか降ると、なんかこう、おっと、エンチャボン来た。さて、何が釣れたでしょうか。ドン、水性特攻。ああ、なるほど。これは、あれですかね。海底神殿攻略しろっていうお告げですかね。もう今日は海底神殿じゃなくって、砦の遺跡なんですよね。ネザーの。いけるのかな、今日。先週死んじゃいましたからね。何の話してたっけ？ああ、そうそう、僕の住んでるところが全然雨が降らない場所なのでね、なかなかこう、連日で雨が降ると、結構あまり体調が良くなくって、僕が、低血圧というか、気圧でね、片頭痛が来るタイプなんで、まあこの梅雨の時期、っていうのはちょっと憂鬱です。まあでも梅雨とはいえ、皆さんも雨にも負けず風にも負けずで 元気に一緒にマインクラフトやっていきましょう。そうで、あとあれですよね。1.20 来ましたね。とうとう。意外と思ったよりも早かったなって、7月とか8月とかそれぐらいになるのかなと思ってたんで、意外と早かったなっていう印象ですね。イオンさん、こんばんは。いらっしゃいませ。気象病、気象痛とやつですな。こんばんは。いや、そうなんですよ。こうもね、雨が降るとね、気圧の関係で多分、なんかもう何も手につかなくなるんですよね、ひどい時は。まあ普段から何もあんまり手につかないんですけど。今週はいよいよこうピグリンの要塞を本格的にこう攻めていくかっていう、そんなところなんですけど、いけるのかな。前回ね、先週
ちょろっと攻略しよう仕掛けた時にもうそれでだいぶ死んだんであれ 1,2,3,4,5 1匹足らねえな。そう、もう前回で久々にほんと死んじゃったんで、あれが結構トラウマというか意外とこうダメージでかかったなっていう、心に負ったダメージが意外とでかくって、死ぬこと前提でなんかこう演者なしの鉄装備とかでもいいのかなと思ったりして、でもそれだとやつをね、あの黒い服着たブルート、あれを倒せないよなと思って、そんなこうしょぼい装備じゃ多分っていう、なんか悩ましいところだなと思いながら、ね、ブルート君やつ地味に強いですよね。結構こう侮れないというか、本当なんか1匹だけ来てくれたらまあまあまだ対処のしようもあるんですけど、先週2匹同時に現れてあ、これダメだって思ったらもう死んでましたね。いやー怖いわやつは。よし、それでは準備を始めていきますよ。まあ準備といってもそうね、まあまあブロックを持っていくぐらいかな、たくさん。あんまりこう湧き潰しっていうことでもなくって、まあ、要するにブルート君をねこう倒せればそれでまあ制圧したかなっていう感じだと思うんで、一応こうこの辺を足りるかな。
足場用ですね。結構こう砦の遺跡って穴あきで結構ね地面が安定してないんで、多分まあそこを埋める用のブロックをまああれだけあれば足りるでしょうっていうので、うわあ、あーいけるかな。そう、あと、まあ一応松明、まあ3スタックぐらい持っとこうか。OK。ブルート君相手だと盾もクールタイム入るんでしたっけ。え、そうなんですか。怖いな。いや僕がブルート君とまともに戦ったことが実はないんで、砦の遺跡も初めてなんですよね。見学じゃなくてちゃんとサバイバルで乗り込むのが実は初めてなので、よく分かってないんですよね。まあなんとなくこうクリエイティブとかでこうちょいちょい覗いたりとかいうので、まあまあなるほどこういう感じの地形なのねみたいなのは、まあなんとなくは分かってはいるんですけど、実感としてこういう風に立ち回るべきだとか、なんだろう、こうブルート君にはこういう対処すべきだみたいなことが実感として何も分かってないので、まだまあうん、なんとかなるかな。ただもう盾とか使う暇あるのかな。前回はねひたすらこうバックで下がりながらこう弓を打つっていうようなそういう感じでこうなんとか乗り切ったんですけど、う見えてきた。そうこれね、あそこに見えますかね、多分あれが青い森なんですよね、歪んだ森。あれを探しに来たんですよ先週。あれを目指してこのトンネルを掘ってきて、まあそろそろ青い森見えてくるかなっていうので見えてきたと思ったら、こう目の前に遺跡が現れるっていう、なんだそりゃっていう。あんまこう求めてなかったんだけどな、そこはって思いながら。しかもあれでしょ、こう 1.20 来たじゃないですか。 1.20 からちょっとその砦の宝箱の中身が確か変わるじゃないですか、変わったじゃないですか。
1.20 来てから見つけたかったかなっていう 1.20 が来る直前に見つけちゃったっていう、なんともまあまあ、一応こう入り口だけちょろっとこう安全確保だけしておきました。ああそうだ、ブロックブロック、そう 1.20 がね来てからね、来たかったやーつみたいな。まあまだ僕のこれは 1.20 まだ適用してないんで、まあとりあえずオプティファインが来てからですかね僕は。それではとりあえず今ここのこの建物はもうあらかた一回終わって、あれこれでもう終わりかなと思ったんですけど、どうもねこの向こうにねあるみたいで、見えるかな、これこれ、こんな感じでこっち側にもあと向こうにもねあって、結構規模がでかいなと思って、まあ頑張ってやっていきますかっていう。そういや今はウイルス関連で元のダウンロードは危ないみたいですね。ああなんかね、うん、そういう情報流れてきてますね。なのでね、まあ 1.20、うん、まあとりあえずしばらくはちょっと置いとこうかなっていう感じですね僕も。でこっからですね、こっからまあまだ攻略できてないところというので、いやー怖え、ちょっとねもうビビり散らかす感じでこうゆっくりゆっくり進んでいこうかなと思ってますけど、でそうこういう穴ですよね、これが怖いんですよね。そうこれ上からブルート君が降ってくるとかいうのもありえますよね、超怖え。どういこう、怖え。
宝箱発見、そしてホグリンを発見。あの辺は怖いから、とりあえずブルート君に出くわさなければ。まあまあ、早速迷う意味。どっから来たっけ、こっちか。お、宝箱発見。こんなに穴開きというか、なんかこうやりづらい感じなんですね。きらめくブラックストーン、鉄ウィンゴと金リンゴ、嬉しい。ソウルスピードを確か3を手に入れてた気がするから、これは OK。 んで、こう登っていけるようにしようか。こうやって外周から登っていったらいい感じなのかな。エザ要塞の勢力に負けて荒廃したんで、あーなんかいいですね、そういうの。なんかマイクラレジェンズとかでもなんかそういうのありそうですね。そういえばマイクラレジェンズをやってみようか、やりたいな、やってみようなかなって思ってて、結局やってないっていう。お、どこでしょう。あー届かれ。これは上からの方が攻略しやすそうな感じですね。これだときっちり上から攻めれば、上からいきなりブルート軍が降ってくるみたいな、多分そういうことも防げるのかな。いた！え？あれはブルート君かな？撃ってみよう。えい！
通のか、一発で死ぬわけないもんな。感じなんじゃないですか。ちょっとなんかものすごいゆっくり進んでるけど、まあでもあんまりこう危ないのはね、確実に行きましょう。エンダーさんがいる。あ、あの草も持つんだ。へえ。さあ、今ちょっと我ながら情けないくらいビクってなった。豚さんの鳴き声が聞こえる。たらわらわら寄ってきますよね。ブルートさんも含めて、もしいれば。帰り道確保。
こう降りて、あった宝箱。そして宝箱があるということは要注意なんじゃないんですか。ソウルスピード3、鉄、ていうか雨がすげえ。ちょっと今雨音が、これノイズ入ってないかな、大丈夫かな。さてさて、あれ俺今帰り道壊した。あーこれは怖いぞ。もうちょっとこう違う感じで、そこに松明がある。ってことは帰り道こっちか。
るほど。よっと。うわ。いいですね。緊張する、肩ガチガチ。ふう、あれ宝箱か。あ、あったあった。すぐ逃げれるように。おっと、古代の残骸発見。なんかどっかで戦ってる。あ、いた。周りいない。いない。いました。隙間からこんにちは。ブルートですね、この子。よし、やっちまおう。OK。ふう、めっちゃ豚の鳴き声する。怒ってる。大丈夫かな。
前に上まで登ってしまいます。おっと、怖い怖い。なんかすごいのがある。グローストーンと溶岩のコラボってなかなか面白い。わあ、疲れる。行けばちょっとずつ通りを、階段にしていこうかな。こんなところでエンダーマンと目があったら結構やばい気がするな。気をつけよう。ちょっと慣れてきた感じがするけど、これぐらいが要注意なんですよね。油断してると。雨があった、やべ。来るか。あれ
なくなった。そんなことある？あ、いた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 。この中には入ってこないかな。届かん、微妙に届かん。さあ来い。えー、危ねえ。なるほど、ちょっと攻略の仕方というか、うん、ちょっと分かってきた。こうやって進めば安全だな、安全というか、まあやりやすいかなっていうのが分かってきました。こうブロックごとに分かれてるんで、このブロックごとに上からこう、まあ、外周なり、まあ、多分分かりやすいのは外周かな、沿いにこう螺旋階段みたいな感じで掘っていって、で各階層、まあなんとなくの各階層ごとにこうやってこう壁を取っ払って見晴らしを良くしておいて、まあブルートさん発見していくみたいな、そうやって進んでいけば安全なのかな多分。で結構穴が開いてるんで、基本的にはここは安全だよみたいな、で分かりきってる場所以外はシフト押しっぱなしで、そうしておくとうっかり穴に落ちることもないと。ではない。
その穴開きな感じがほんと怖い。ふぅ。こんにちは。落ちた。どういうこと？溶岩に落ちた系？うん。あらかたここも OK かな？来た、オッケーですね。うわ、びっくりしたー。なあ、あー、そういう感じ。危ないよ。あー、オッケー。こっちをぐるっと見れましたね。オッケーオッケー。オッケー、じゃあ向こうに。行きますか。こう登って。あれ？あ、そこ落ちてきたか。オッケー、次はこっちですね。攻略していきます。ここにもあるんですよね。終わんねえなこれ。とてもじゃないけど終わんないぞこのペースでは。ちょっと慎重に行き過ぎかな。もうちょっとアグレッシブに攻めても大丈夫かしら。油断してるとやられそうなんですよね。困ったことに。
った、危ねえ。こんにちは。いやー、ハマってるねー、ハマってるねー。大丈夫？けっ、ウェイ、いいじゃないですか。持ち物がいっぱい。あれ、あんなところにチェストが。しかし持ち物がちょっといっぱいなので、ちょっと待てよ。うかつに。普通にチェストも開けられないから、一旦戻りたい。この辺大丈夫てか、ここ普通に見逃してたな、このチェスト。安全なところまで戻って荷物の整理をします。ふう、いやでもなんかこうやってゆっくりゆっくり確実に進んでいけば、まあなんとか時間はかかるけど。ふう、よし、
ますよ。1時間経った。首痛。ついた。まずもう一個気がついた。うわー、ホーリンが来てる。お前は危ねえ。こう上の高さが一緒な、まあ大体同じなんですよね。だから上に登ってきたら、まず一回上まで登ってきて、で上に登ってきたら上をこう全部通路でつなげちゃう。ってすると後々楽なのかな。外周ぐるっと囲うような感じで、上側をつなげてしまえば、感じで上をつなげていけば結構やりやすいんじゃないですか。多分そんな気がしてきました。でまあ必要なブロックはこうやって現地調達で、なんかこういい感じな気がする。でこうやって外周をぐるっとつなげておけば、逃げる時も逃げやすい気がする。あーで向こうの宝箱ですよね。なんかめっちゃ溜まってる。あれ敵対してこねえな。
系かな。修繕のクロスをこれいただいときましょうか。よしよし。あ、来た来た来た。痛い痛い痛い。すげえ泣いてる。なになに、なんかパーティー始まってる。え、なに、めっちゃ泣いてんだけど、どこ。わかんねえ、怖えよ。でしょう。よし、こっち半分終わった気がする。あとこっちか。ここから登れる。ガッちゃんいる。怖い怖い。ガストンあかんやろ。ここはここですよね。あ、でもここも、あ、ここも見たか。ほぼ。うん。来たか。下あたりがまだ見てないかな。
ち。うん、あらかた見れた感じですね。オッケー。こっち側攻略した感じがする。オッケーですね。で、あとは向こうにもあるんで、向こうも行きたいですね。どっから行きゃいいんだろう。上から見てみようか。ああ、そうか。あとスポナーもあったら嬉しいですけどね。なんだっけ、ネザーのスライムみたいな、名前と忘れした、なんだっけ、あれのスポナーもあると嬉しいですけどね。ガッ、おーいおい、危ねえ危ねえ、やべ、危ねえ。どっから行けばいいんだろう、これ。この下か。この下からルートを作っていけば、つながる感じか。この真下。あはは。から、こっちへ抜けていく感じね。OK。こんなとこにもブルート君がいるとは。怖い怖い。ちょっと待って、ガッチャンがガストが湧いてるな。ガストがちょっと怖いよ。
ふう。いた。いたいたー。やつを倒せば。どう行こう。ブロックを置きたい。わあ、びっくりした。めっちゃ来るやん。ふう。こういう風な感じでちゃんとあらかじめ道をつないでおけば安全ってことですね。いいじゃないですか。いたいた。どっから現れた。ああ、
今どこから現れたんだろう。上から降ってきたのか。怖いな。で、どこ行ったんだろう。あー、そこ。ここね、ここで繋がってるわけですね。なるほど。ブルートくん、ハロー。いいね、その造形。あのなんかこう黒に金色のバックルとか超おしゃれなんですけど、いいな。ごめんね、別に君に恨みはないんだけど。あ、でもちょっとあるか。はいはい、いらっしゃい。あー、やべえ、よいしょ。おい、どっから現れたんだろう。いっけ。ああ、危ない危ない。いやー、やっぱ油断できないっすね。あと一応向こうも道をつなげておこうかな。一応こっち側もまあいっか。よし、攻略していきますか。うわ、怖っ。わあ、いた、ブルートくん。そんなところで溶岩に足止めされてたのか、かわいそうに。止めときたいな。
うわ、高っ。これは しまった。やべえ、ミスった。そう、状況が悪化した。これはいかん。難しい。ふう。ちょっとこの溶岩止めんと怖いよな。どうにかして止めよう。塞いでしまえばオッケー。これで全部止まるはず。そろそろいいかな。玄武岩デルタか。なるほど。危なっ。うかつだった今のは。
どっから狙われた？それでここも上から攻めれると。 OKOK。 いやーでも結構もうなんかやりきった感がいや待って、全然終わってないんですけど、結構頑張った感がありますよ。でこっからまだ下がありますもんね。どうりようかな。
あぶね。ああ、怖っ。やべ、集中力が落ちてきた。さすがに2時間もやってると、まあ2時間もやってないけど1時間半はもうやってる。ヘッドショット。オッケー。いただきます。きたー。古代の残骸、神父のメモ。これにいただいておきましょうかね。
いいですね。こっちのタワーは前半よりもやりやすいですね。やり方が分かったからかな。いやでも明らかに前半の構造物よりもなんかこうやりやすいというか、そんな気がします。ガストの鳴き声が聞こえるけど姿が見えない。怖い。これは普通の豚？普通の豚か。君は子供か。チェスト発見。
丈夫かいって思う。いないね。なんか終わりが見えてきた気がする。気をつけんと落ちたらマジ死ぬ。
いい感じ、あらかた見れた感じ。じゃないでしょうか。多分ここはもう全部終わりましたね。オッケー、あとはそっちの中か。あとはこれどっか上に戻るんだ。どっから来たっけ。途中に飛び降りたのか。じゃあないよ、こっちから来てこうか、こっちだな。よっと、あとはこの中ですよね。あとはあの建造物の中を見ていけば終了。ここにチェストが。ふう、気をつけないと。きっちり帰り道を確保しながら行かないと、いざという時に大変なことになる、ここは。と思う、そんな気がする。エンダーマン、
繋がってんのか。ああ、なるほどね。OK、いただきます。まだあったよな、下に確か。あった。ここに入り口が2箇所。これは結構深そう。ああ、そういう感じね。はい、そうだ。ちょっと怖いな。終わりかな？終わりだと思いたい。まだあるか？そんなこともないか。終わりじゃないでしょうか。見える範囲は。オッケー、終わりにしよう。もう時間も時間だし。あー、よし、なんとか一度も死なずに。無事に攻略できたかな。ふう。わあ、すげえ疲れた。オッケー、それでは今日はここで終わりたいと思います。
よいしょ。なんとか無事に死ぬことなく、まあでもなんか多分あの後ろのあの建造物はなんかまだありそうですけどね、ちょっと中が。まあそれはちょっとおいおい、また裏でじっくり見ていこうと思います。もう今日はレイジを回ってるので、ここで終わろうかなと思います。よかった。でもなんかちょっといろいろと手に入れましたね。古代の残骸を結構手に入れれたので、それが嬉しいですね。ただスポナーがね結局ちょっとなかったんで、それが残念かなと。もしかしたらあの後ろの建物の中の地下にあるかもしれないですけど、まあそれはまたおいおい見ていこうかなと思います。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。何かしら、まあ、このネザーの攻略の、ネザーというかこの砦の要塞、砦の遺跡、ペグリン要塞の、進め方、攻略の何かしらの参考になれば、まあ、僕が結構こうすごく慎重に進んでいくタイプなので、まあ、何かしらの参考にはなるかなと思いますので、まあ、皆さんもぜひピグリン要塞攻略の際にはこの動画を思い出していただければと思います。それでは今日はここで終わりにします。見てくれてありがとうございました。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。 Thank you so much for watching. I'll see you in the next time. Bye bye.